オンライン教室はコンピュータネットワークなど通信を通して遠隔で行われる教育の形態であるが、いわゆる放送教育ないし通信教育とは違い、リアルタイム活動方向で、あるいは一定の人数が一箇所に集まった状態で、そこに設置された映像機器や音響機器を介して行われる形態である。これらはオンラインという言葉が示す通り、 通信を継続させながら教育を行う形態で古くより大学などでは遠隔地の教室同士をコンピュータネットワークで接続して片方の講義の様子を中継したりあるいは学習塾などでは衛星通信を使って講義を中継各々の,の,の教室に備えられた視聴覚装置を介して学習塾に集まった受講生らに講義を行う形態が存在する この携帯の中には、学会などでの著名なものによる記念講演やカンファレンスでの発表を各地の大学に設けられた特設教室に中継するなどの活動も見られる。2000年代においては、普遍的な通信基盤としてインターネットの利用が、ことブロードバンドインターネット接続のような通信コストが安価で高速な環境の普及と利用が進んでおり、 これを通信基盤として利用したインターネット電話やスカイプなどの音声や映像の双方向通信を行う無料のソフトウェアを開始、自宅から受講できる講座方式が見られる。これらでは一般の家庭でも高速通信回線が利用しやすいサービスの普及にも伴い一般の個人が家庭に言いながらにして受講できる英会話教室など学習塾のサービスも行われている。 これらの携帯の利点としては、従来の方法に比べ、より質の高い教育を受けるために、有力な教育者のいる遠隔地にある教室に通う時間を省くことができ、かつ安価で自分の好きな時に授業を受けることができることなどの特徴が見出せる。個人向けのサービスでは、携帯的には通信教育に近しいところもあるが、リアルタイムであるため、 きめ細やかな指導も即座に受けることができるといった面もあり、サービスによっては個別指導ないし少人数指導などを歌い文句としたものも見られる。ことリアルタイムの双方向通信では、映像と音声で講師側の声と動作が受講生に伝わる一方で、受講生の発声が講師側で確認できるなど、語学教育との相性も良く、 言語を学ぶことを目的とする教育サービス業が多く進出している。これらでは英語、中国語、韓国語などに人気がある。言語学習以外の分野には音楽教室などもある。ありがとうございます。